バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨコです。今夜のバニラスカイもハッピーハッピーで、ハピハピのパワフルなね、イチャイチャでお届けしたいと思いますんで、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。まあハッピーハッピー言っておりますが、最近ね SNS でもね、もうイチャイチャね、音時間過ごしましょうって書いちゃってますけどね、皆さん呆れてません？もう35歳のヨーコはですね、もう愛に飢えてるわけではございません。逆よ逆。なんかね、毎日本当ね、先週の放送でもね、ちょっと世界平和とかね、いろいろ自分の思いをね強く発信してしまったんですけれども、毎日毎日ね、よかったなーって、守りたい人がいて、大事な人に出会えてね、よかったなーってね、つくづく思います。そしてね、時間を重ねるごとにね、やっぱりさ、いつかお別れが来てしまったりとかね、新しいスタートでしばらく離れてしまったりって、家族とか友達とかね、いろんな関係上あるとは思うんですけれども、生きてればね。だけどね、自分の命がある限りはね、自分らしく大事な人を守りながら、愛しながら音時間発信して、なおかつ陽子は音時間を発信するからには、最低最低ですよ、東京ドームコンサートは成功させ、それ以上のものをどん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 ね、クリアしていかないといけないなって強く思っております。いくつになるか分かりませんが、私が若いうちに皆さんを巻き込んで一緒に楽しんでいきたいので、ついてきてくださいというより、一緒に行きましょう、お願いします。ではですね、まず1曲目、そんな陽子がお届けしたいのは、最近陽子の YouTube で再生回数がいっぱい上がっております、ありがとう、愛してくれて。お聴きください、陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう。お届けしました曲は陽子でキス&ハグでした。先週ですね、放送を告知いたしまして、お聞きいただいた方からとっても嬉しいメッセージをいただきまして、お言葉ですね。で、しかもいつもね、制作とかお願いしている方なんですけれども、応援してくださってるからにはさ、やっぱり私としても常にね、前を向いておかないといけないし、巻き込むからにはね、頑張っていかなきゃいけないなって思ってるんですけれども、もうね、そういうお言葉を、もう早く話せよって話ですよね。もうね、もう嬉しかったの、とにかく嬉しかったのよ。あのね、ヨコちゃんラジオ聞いたよと、
で、あの言葉考えは誰からなのと言われて、えと思ったから、あ、私の言葉ですって、私の考えですって言ったら、あ、そんなこと思ってんだねって、よかったよって、で私もねって、男性が、あ、まあ ここでね言うとまたほら話が変わっちゃうから、でも先週の放送をお聞きください。ヨーコのオフィシャル YouTube にも FM ギノワンの YouTube にも上がってますので、遡っていただいてね、お聞きいただけたらありがたいです。でね、まあとにかく良かったと、自分もそう思うっておっしゃっていただけて、でね、そういう考え方ってやっぱり女性というかお母さん特有だと思うし、ヨーコだから発信できるんだよと、だからこそそういうヨーコをいっぱい知ってほしいと、ヨーコの内面を、あ、こうやってね、実はねしっかりした人間なんだとそういうね人となりをね、多くの人に歌だけではなくてね見てほしいと、でそれを踏まえてまた音楽をね聴いてもらうと、もっともっとヨーコのことを好きになってもらえたり理解してもらえるんじゃないかと。だから歌を聴けばねって、あ、素敵だなって思うと思うんだよ。だけどその人となりをねラジオを通してねもっともっと発信すべきだっていうね、熱いお言葉をいただいたらね、もうバニラスカイ皆さんのおかげで続けてこれてよかったなっていうのと、もうね石井さんはじめねスタッフの皆さんにね支えていただけてありがたかったなって、これからもよろしくねって思うのと、何よりもね、あ、歌っててよかったっていうか、画で歌ってるんじゃないんだなって思って、クラウドファンディングはね2日前にスタートいたしまして、もうね順調に、私がさこうなんですお願いしますってまだねお伝えしてないんですけれども、ヨーコ始めたんだねって、ヨーコの歌声みんなに聞いてほしいねって、今回ねこういうメッセージをねいただいたりとかで、クラウドファンディングってね返礼品があるんですよ、金額に応じてリターンというものがあるので、今回は CD がね、あの定価が3000円で消費税で3300円ですよね。でそれプラス送料とかで、クラウドファンディングは手数料がかかるので、なのでね、ヨーコからご購入いただくよりクラウドファンディングをご支援いただいた方がお得でないといけないなと思いまして、だいぶねお得な金額になっているんですけれども、その中にね CD を3枚っていうので1万円コースだったりとか、あと10枚っていうね3万3000円コースだったりとかね設けております。で他にもグッズはタオル、そしてクラウドファンディングでしか買えないエコバッグ、ヨーコがね欲しいものを作るのでちょっとコストが高いんですなので普段の物販じゃちょっとねもう売れないなと思って、もう今回限りですよ。なのでね、ヨーコのロゴが入ったエコバッグぜひ手に入れてみてください。それでね、返礼品がまあいろいろある中で、今ご支援いただいている内容ね、結構ね CD3 枚とか10枚とかねご支援いただいてるんです。私はいつも応援してくださってる方々がね、枚数が多いものを頼んでくださってるってことは、他の方にね広めていただきたい、あ、広めていただくんじゃないかなと思って、で聞いてほしいって思ってくださってる方々がね、いいものヨーコは作るから、ぜひ多くの人にね自分が告知することで、まあ、広告塔になってくださるってことですよね。それでねいろんな方に聞いてもらえればっていう思いなんだろうなって思ったら、もうめっちゃくちゃ嬉しくて、まあ、今回目標金額200万円なんですけれども、もうね感謝ですね。ヨーコ絶対いいもの作るだろうって、だから多くの人に聞いてもらおうよって、もう初日から多くの方にね応援していただけてる、もう本当ありがとうございます。もうみんな大好き、本当大好きだわ、もう本当ありがとうございます、ありがとう。ではですね、こんなヨーコがちょっと泣きそうなくらいこの数日は歌えててよかったなって、やめるねタイミングなんて、まあ、今までないですけど、ないんだけどね、でも続けてこれてよかったなって、もうことごとく自分でね自分を褒めてあげたい
そして皆さんのことをもっともっと大好きで、だからこそ頑張れよと、お尻をペンペンね叩いてね、励まして生きてねと思っておりますのでね、ああもうちょっとね感極まると言葉がね詰まりますよね。そうなのでね、今日はちょっとこのラジオをお借りして皆さんにありがとうが伝えたかったので、ちょっと伝えさせていただきました。まあ、引き続き皆さんクラウドファンディングの方もご支援よろしくお願いいたします。YOKO ようこ鹿児島で YouTube 検索していただいたり、普通に検索していただきますとね、ホームページもヒットしますので、ホームページ YOKO ようこ japan.com でもご検索お願いいたします。今年は夏のお祭りが一本決まりました。まだ告知はできませんが、鹿児島のどこでしょうかね。ようこ今年もう半袖で歌えるんだって思ったら、もうテンション高すぎております。早く告知したい、そんな気持ちを込めまして、夏の一曲、ようこでラブ。お届けしました曲はようこでラブでした。このラブという曲はですね、娘が小学生の時に恋してルンルンなんだよっていうね思いをね夏曲で発信したいなと思ったのがきっかけなんですけれども、バニラスカイピンチヒッターでね、もうピンチヒッターにするにはもう豪華すぎるね、ようこバシ当たるんじゃないかくらいのね、まあ大先輩方マックスタイルさんの曲の中に大好きだったよ
彼女の笑顔がそう爆発しそうな思いが言葉にならずに失恋した土砂降りの雨の中っていう曲があるんですね。でさ、この曲はマックさんが大好きなハラミさんというねアーティストさんが作られたんですけれども、私ねこの曲を聴いた時におーって思いましたというのも失恋したとかね大好きだったっていうことから始まってるし、もう雨の中もうこの感情どうしようみたいなね、もしかしたら雨に打たれながら泣いてるのかなとか、でも男だから泣けないなとか、あでも主人公がそもそも男性かも実際はわからないんだけどね、もうね私の中にはない表現方法で、あこの曲カバーしたいなっていうくらいねインパクトを与えていただきました。マックさんたちの曲はね、マックスタイルさんの曲はコーラスをさせていただいた時にね聞き込むわけですよ。でリハがあって、で本番があって、で本番終えた後にもっと好きになっちゃってね、私めちゃくちゃ聞いたんですよ。だから去年一昨年か、一昨年は特にね何聞きましたって言われたらマックスタイルですって、もうそのくらいね。で石さんが私のサウンドプロデューサーですけれども、マックスタイルさんのサウンドプロデュースをずっとなさってて、その前からマック中原さんのねサウンドプロデュースで一緒にタッグ組んでいらっしゃいましたけれども、まあねサウンドもやっぱり好きなんですよね。イッシーさんのいいところがいっぱい詰まってるねアレンジだなと。そしてお姉さん分アーティストのシンガーソングライターいちほさんね、もうイッシーさんとタッグ組まれるともうクリエイティブすぎていいんですよね。私お二人大好きです。でヨーコがイッシーさんと組むとですね愛が深まるんですね。それはいいことだと思ってるんですけれども、もっともっとねなんかできることがあるんじゃないかと。でお二人ともいいお年ですのでね他人事ヨーコも石井さんに会った時は20代でしたけど、もうねアラフォーになってきました。35なのでね。そうするとさやっぱりこう大人になるわけですよ。だからいや違うぞと、年齢は関係ないぞ、あこれ至って自分に言い聞かせてますけど、もっとねクリエイティブなこともしてみたいし、王道なこともしてみたいし、もちろんねカバー曲もねアレンジとかいろいろ楽しみなのでね、そちらの方も私と一緒にワクワクしながらお待ちいただきたいんですけれども、まあ、とにかくね何が言いたいかというと、自分が同じことをさ誰かと体験したとしても表現方法も感じ方も違うわけですよ。だから売れる曲って絶対存在すると思うの。大多数の人が分かりやすいとかさ、私はもちろん売れる曲を作らないといけないんですけれども、それ以前にね大多数の人がハッとするね、おってするようなね言葉を紡いで、そして歌唱力高めて、あとはもう一心に任せればどうかなるでしょうという形でね、そういう作戦をね練らないと東京ドームも夢で終わってしまうなと、まあ、思うわけですよね。まあこんなちょっとね途中で熱くなって、まあ陽子どうしたって思うかもしれませんけど、至っていつもこんなやつでございます。そんな陽子が、今夜最後にお届けしたい曲はラブレターズ。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日
お届けしました曲は陽子でラブレターズでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。今夜はねもう公開皆さんありがとうっていうね感謝デーになってしまいましたけれども、感謝する分ね思うこともあります。やっぱりさ自分が今までしてしまったこととかさあーごめんなさいっていうことまあいっぱいありますよね。このねツケもねいつか回ってくるのかなとかちょっとそういうのもね怖かったりもしますよね。だけどねありがとうってそれ以上にね伝えたい人がいる、伝えられることがあるっていうのはどこか生きてきて安心することであったりとか、本当にね私恵まれてるなって思うんです。だからね私は若い時はねこう学ばないといけないとかね資格紙面でね真面目な人間だったんですけれども、今ね子供たちと関わる上で必ずしもね順番がね正しい方がいい、てか正しいものってそもそもないんだよ。自分の道をね切り開く時は気づいた時から始めればいいと、極力若いうちがいいんじゃないかと私のね持論でございます。自分に聞かせてるような言葉ですね。子供たちとねもっともっと触れ合ってもっともっと陽子だから役に立つ何かをね音時間通して発信できるように努めたいと思いますので、皆さん報告楽しみに待っててください。陽子しかできないことじゃんじゃんやっていきます。では今週1週間もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。私も皆さん以上に、あ、書いちゃったよ大事なところ、皆さん以上にハッピーで過ごしちゃいますよ。なので負けじとハピハピでお過ごしください。それでは皆さん一緒にせーのバイバイハッピー。